ございますか？ありますけど、はい、見ます。トリガのことがまだ好きなんですよ、自分がね。あれですね、ちょっと特殊な癖がありそうです、の人とかそういう変な人がちょっと好きかも。皆さんこんばんは、占い師の加納ココです。ハッピーハッピー。はい、今回はあなたの恋を占いますという新企画で、私加納ココが街のみんなを占っております。前回いろいろ占いましたけど、はい、感触としてはどうですか？いやでもなんかこう若い女の子たちとかのこうピュアな恋愛というか、そういうのたくさん聞けたので、私も大人としてどこまで行っていいのかってちょっと気を使っちゃったところはありましたね。はい、もう日も落ちてきましたので、まあ、時間がね制限されてるということなので、どんどん占っていきたいと思います。さあ早速行ってきましょう。はい、悩み聞かせてください。まあ単純に彼女ができないっていう、はい、なるほど。どのぐらいいらっしゃらないんですか？まあ半年ぐらい。半年、はい、じゃあちょっと手を見せてください。はい、なるほど。その今その恋愛を、あの恋愛運アップの手相っていうのがもうちょっとツヤツヤになってた方がいいので、ちょっとこう乾燥気味だと恋愛運落ちちゃうので、ちょっと今日からちょっとハンドクリーム必須かもしれないです、モテたかったら。なるほど、はい、ちょっとねそこが一回恋愛運が落ちちゃう要素が一個入ってます。でちょっとタロットカードを見させてください。気になる女性とかいいなって思う人いないんですか？正直いないです。なんかこう、なんかそのいろんな女性とかいろんな出会いっていうのに対して、ちょっとまあこのハピネスってカードはすごいポジティブなカードなんですけど、これひっくり返ってるんで、まあいろんな女性を見てもなんかちょっといまいちピンとこないっていうカードなんですけど、これはひっくり返るとめちゃくちゃポジティブなカードなんですね。なのでよく環境を見るといい子いっぱいいるよ実はとか、仲良くなれる子いっぱいいるよっていう感じなんですね。だけど自分が今あまり興味がないから、こう逆さまに出ちゃうって感じがあるんですよ。恋愛する気はございますか？ありますけど、はい、見ます。なんかこうそうですね、だから自分の気持ち的にも今あまりそういうのに対して積極的に見てないから、こういうカードの出方をしてる感じがあるんですよ。よく見れば彼女はできるかも。でもう一枚引きます。また逆さで出ました、クイーンオブディスク。まあこれって超受け身のカードなんですよ。だからもうなんかそういう出会いねえかなって待ってるような感じ。もう全然動いてませんねって感じなんです。動いてないし、なんか作ろうって積極的にも思ってないってところがあるので、まあできなくても当然なのかなっていう状態なんですが。なるほど。どうでしょう、恋愛を良くしたいですか？はい、本当ですか？分かりました。あ、わーわー、すいません、悪い気、悪い気、悪い気だし、恐ろしい。さあ気合を入れ直して、ごめんなさい、喪失というカードが出ました。受け身だしやる気ないし、あんまり。本当ですか？ちゃんと欲しいですか？まあ、できるんだったらって感じする。そうですよね、なんかちょっと本気度を感じませんでしたよ。よく見たらいい子いっぱいいるよってのカードが出てたので、自分がやる気さえ出せばすぐ彼女はできると思いますので、はい、そこら辺ちょっと意識してみてください。はい、はい、ありがとうございます。何か恋のお悩みはございますか？すぐ短期間で彼氏と別れちゃうんですけど、うん、いつも。なるほど、続かない。そうです、なんか自分にどういう人が合ってるのか分からないです。はい、分かりました。じゃあそこを占わせていただきますね。なるほど。でもちょっと率直に言っちゃうと、付き合ってる時にやっぱり相手が楽しんでないって出てるんですね。悲しい、悲しいね、ごめんね。でそれなんでかって言ったら、嫌われたくないっていうあの意思がすごく強く出ていて、まあ、相手がやっぱりいい人で真面目だから、なんか自分も思いっきり愛情表現ができない。甘えるしラブラブするのは好きなんだけど、なんか手加減したり本音じゃないって出てるんですよ。思い当たるとこありますか？あります。
それが続かない原因みたい。あ、そうなんだ。うん、なんか気を使いしすぎてお互い本音で楽しく付き合えないみたいな感じ。あ、当てはまってます。うん、それがこう長く付き合わない原因なので、むしろね、ちゃんと自分が出して、もともとすごい愛されたいし甘えたい人だと思うんですよ。めっちゃ甘えたい人ですよね、はい、そういう意味では本当の素の自分を出してめちゃめちゃ甘えた方が長く続くと思いますよ。で、なんか元彼が2人、うん、はいはい、なんかもう全く同じ名前で、同姓同名で漢字も一緒なんですよ。名字も名前も、はい、その名前に縁があるんですかね。なるほど、見ましょう。で、その1人目のことがまだ好きなんですよ、自分がね。うん、やばい、言っちゃった。あ、縁がある。縁がある、縁がある。え、そうなんだ。あ、その人とはどういう出会い方、その一番最初に、その友達の紹介あで付き合いました。なるほど。友達としてからやり直すっていうのが一個ある。あ、そうなんだ。うん、そこからだんだんとなんかこの距離を縮めていくっていうのはあるけど、なんかその急になんかこう再燃っていうのは難しいみたいで。あ、そうなんだ、うん、最近あったんですよ、一回、はいはい、別れて1年経ったぐらいに、はいはいはい、もう一回会って、うん、でなんか、まあ、ご飯行ったりしたんですけど、うんうん、なんか向こうは楽しんでるのは分かるんですけど、うん、なんか恋愛としてどう思ってるのか分からないって感じです。うん、ちょっと相手の気持ち見ましょうか。あ、まだまだだね。まだ、まだまだ、やっぱりまだ向こうは好きには、好きっていうか付き合いたいという意図っていうよりは、なん か彼の中で別れた理由があるみたいなんだよね。うん、でこの別れた理由がなんかこの彼の中でずっと引っかかってるみたいで、それはなんかなんておっしゃられた。え、なんか、うん、その子が冷めやすいっていうのもあるけど、多分なんか一人の時間が好きで、うん、だからなんか縛られたくないみたいな、彼女っていう枠に、うん、今付き合っているっていう枠に縛られたくないみたいな、多分そんな感じがします。なるほど。だから多分友達みたいにスタートしてだんだんもう一回熱を上げていく方が復縁しやすいよって出てるので、いきなり復縁したいってギア入れちゃうとちょっと難しいので、今みたいにご飯食べるってことをちょっとちょこちょこ続けてちょっとトライしてみてください。わかりました、はい、ありがとうございます。さあ、恋愛のお悩みを聞いてるのですが、全然ここ最近全然彼女できないなっていう、はい、了解です、はい。どのくらいいらっしゃらないんですか？7、8ヶ月くらい。あ、7、8ヶ月、じゃあ1年近くいない、はいはい、なるほどですね。じゃあちょっと手を見せてください。あ、お願いします。好きになったら結構一途だったり。あ、そうですよね、若い一途です。はい、かなり一途で、はい、ちょっとあれですね、ちょっと特殊な癖がありそうです。そうですか。これから出てくるかもしれないですけど、はい、まあ、よく言う近対戦っていうのがあるので、まあ、ロマンティックな人だったり、一途な人だったり出るってそうなんですけど、これ行き過ぎるとそういうことにすごいのめり込むっていう、単純にまあそういう行為をのめり込んでちょっと長く彼女と付き合ってるとだんだん変態行為になんか走っていきやすいってそうっていうことですね。でも大丈夫です。はい、はい、全然思い当たらなくてもうめちゃくちゃ驚いてます。じゃあ才能があります。あ、才能はもう一番いらないです。もうなんか狩り場を変えろって出てるんですけど、はい、今まではどんな恋愛してたというか、どういう場で出会ってきたんですか？高校の時とかはクラスの、はい、同じクラスの子と付き合ったりみたいな。うん、狩り場を変えろってカードなので、はい、まあ身内から探すんじゃなくて、まあ違う学校、違うサークル、違うバイト先なのか、新しい出会い、新しいフィールドで出会う、出会うお相手が次の、お相手かなと思いますね。はい、うん、最近、まさき変えたりとかしたんで、変えてることになるんですかね、こういうのって。素晴らしい。それを結構恋愛を上がるポイントになりそうですよ。このプリンスオブディスクっていうカードが出ました。これもさっきもなんていうか男性のカードが出てたんですけど、自分からアプローチするっていうのがいいと思うんですけど、これがひっくり返ってるんですね。少しずつ仲良くなるとか、なんか相手に対して少しずつ少しずつアプローチするとモテるようになるって出てるんですけど、スローペースで行った方がいいかもしれないですね。なのでちょっとフィールドを変えて
ちょっとゆっくり相手に攻め入ってみてください。はい。はい、頑張ってください。応援してます。ありがとうございます。はい。どのようなお悩みがございますか？あの私ですね、はい、6年間ぐらい彼氏がいないんですよ、ずっと6年、はいはい、でその別れた元々の原因が、うん、その彼氏と10年ぐらい付き合ってたんですけど、うん、浮気をされて、うん、こう別れちゃったんですね、はいはい、そっからなんかあんまり好きと好きになれなくって、なんか今まで6年間彼氏がいなかったっていう感じなんですよね。なるほど、10年間お付き合いしてた方とお別れしてしまった理由って何なんですか？いや、ちょっといまいちそれが分からなくって、なんか彼的には少し前から別れたかったって別れてる時にお話ししたんですけど、それを言われて、うん、まあ、なんか新しく好きな人ができたから別れてたんだろうなっていう感じなんですけど、なるほど、はい、でも10年も一緒にいてくれたのになんでだろうっていうのはやっぱりちょっと引きずってた部分があるので、はい、なんかね、前に進んでいきたいなっていうのがちょっとあります。わ、はい、かりました。じゃあしっかり見させてください、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとみそまわしという、はい、あの石占いでやっていきます、はいはい、占いはやったことありますか？あんまりやったことないですね、はいはい、なんでちょっと今緊張してます。あ、ドキ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 いや、その間恋もしなかったってことですか？ちょこちょこしてたんですけど、はい、あんまりうまく実らなくて、なんかこうお付き合いにまではちょっと至らなかったですね。確かに男選びに難ありって感じなんですよ、はい、好きになってる男性が、はい、あんまり愛情深くない男性を選びそうっていうところが出てるんですね。なんか長く続いていくと、なんかそのだんだんと、うんうんうん、その本音というかね、素が出てきて、うん、でなんか意外と愛情深くないんだなとか、はい、ドライなんだなっていうのが相手側に出てくると、はい、はい、でそれがなんかこう長く続かない理由だったり、うん、なかなかこう本命になれないとかお付き合いできないとか、うん、そういった原因になってるんじゃないかって出てるんですね。なるほど、はい、どうですか？なんかしっくりきますね言われてみるとそうかもみたいな。結局その私だけこう行っちゃって、向こうからは別に結構ドライというか冷めてる感じはあるなって感じです、うんうん、そういう男はズバズバ切ってた方がいいかも。そう、違うんだなって言って、運命の相手じゃないんだなって。あ、なるほど。レスポンスがなんかこう微妙だったら、うん、あ、バイバイっていう感じで行けばいいってことですか？その方がいいと思いますね。わかりました。アドバイスをちょっともう一回見ますよ。お願いします。どんな男性が、お願いします。あ、でもそういう男が好きなんだねあ、なるほど。ちょっとやっぱりややこしい男好きかもしれないですねちょっと変な人は好きかもこれも性癖ですよね、もはやっていう感じなんですよ。そういう男の人がすごいなんか刺さっちゃう、うん、好きっていうのが出てるんで、はい、その通りですとことんやっぱりそういう男をあげまんの役割をするといいって感じなんですよ。なんか出世するっていう感じなんですけど、元彼さんどうです？出世しました？出世しました。ですよね、こう出世させれる女なんですよ、はい、だってそのあれですもん、別れた時に付き合ってた女の子はそこの会社の娘さんと結婚したんですよ、はいはい、いや、これ見てる人絶対彼女と付き合った方がいいですよ。あ、お願いしますめちゃめちゃ男の運気を上げる女性なので本当ですか？はい、だからそこはだからいいな、男だなと思ったらそこは逆に自分はそういう力があるんだって信じて、うん、はい、話さない方がいいかもしれないですね。こいつだと思ったらぜひ、あと見てる皆さんもぜひ彼女見かけたら声かけてあげてください、はい、だから本当に経営、ごめんなさい、経営者でこう突き進んでたりとか、なんだろう、まあ、やりちんの人とかそういう変な人がちょっと好きかも。やっぱ人と変わってる感じの人にやっぱ惹かれちゃいますね。超ゲーマーとか。いや、そういう人をすごい好きなんだなっていうのはすごい感じましたね。あ、感じますか？この仕事星みたいなのが入ってたんで、仕事できる男はやっぱり好きなんだと思いますよ、はい、そうですね、はい、仕事できる変人を好きになりやすいということですね、はいはい、こうやってどんどん男を開運させてあげてください。わかりました、はい、ちょっとなんか前に進めそうです、はい、よかったです、ありがとうございますはい、ということで今回もいろんな人のお悩みを聞けてすごい楽しかったです。また次はどんな人に会えるのかとっても楽しみです。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。